チェーンソーマンのエンディング出演しました。チェーンソーマンのエンディングはね、第10話のね、デンジが走ったりとかジャンプするシーン、あれ僕なんですよ。ちょっともうめちゃくちゃ嬉しいわけなんですけども、本当にね、アクロバットやってよかった。僕の学生時代の時に僕のアクロバットを侮辱していた男子翔くん、僕チェーンソーマンのエンディング出演するよ。休み時間の時に僕が砂場で一人でバク転練習してる時に、うわ翔くん一人で砂場で遊んでるみたいな、だから童貞なんだよって言ってきた女の子翔くん、また僕を罵ってよ。この機会だし、お相手もですね、僕もっともっとねアニメに関われるような人になりたいんで、もっともっとアニメの才能のねレベルを上げなければならない。アニメの偉い人がね、うわこの子の動きぜひうちのアニメでもやってほしいなってね思われるようなねアニメ再現の動画を作っていきたいんで、今日もこの企画頑張っていこうと思います。ということでね、今日再現するチェンソーマン技3戦なんですけどもね、今から解説していこうかなって思うんですけども、まず1戦目がデンジのエアリアルなんですけども、デンジがねゾンビとの戦闘シーンで、デンジがチェンソー状態になってねゾンビに向かってエアリアルをするシーンなんですけども、デンジのエアリアルと普通のエアリアルってね全然ね難しさレベルが違くて、普通のエアリアルってさ、まあなんか手なし測定みたいな、手が地面につかない状態で側中みたいな感じでするのがエアリアルなわけなんですけども、デンジってさチェンソーがついてる仮面をつけた状態でねエアリアルをしなきゃいけないわけなんで、視界がね悪すぎるんですよ。しかもね両手にねチェンソーついてる状態で回らなきゃいけないんで、さらに難しい、動きづらすぎるし何も見えないし、ほんとね1戦目から僕怪我するんやないかな。まあでもですね、現実で不可能なことを可能にするのがねこの私アニメ再現系 YouTuber 中野翔なので、怪我してでもチェンソーマンエアリアル頑張っていこうと思います。童貞やけど。次のね2戦目の再現はデンジのパンチなんですけども、デンジがねヒルとの戦闘シーンで、ヒルに向かってデンジがねジャンプパンチってしてたんですけども、アニメでやってることを現実でやろうとするとたまにねめちゃくちゃダサくなってしまうことって結構あるんですよ、ね、デンジパンチとかさ現実でダサくやってしまったらさめちゃくちゃ痛い人じゃないですか。失敗したら物理的に痛いし、たまたま第三者から見られたらさ精神的にも痛いし、とっきりしろ痛いパンチなんですよこのデンジパンチ。次3戦目の再現はですね、秋ぶっ飛びなんですけども、秋がねサムライソードとの戦闘シーンで、サムライソードに秋がね蹴飛ばされてね秋がぶっ飛ぶシーンなわけなんですけど、あんなぶっ飛び方を現実ですると死ぬよね。だから僕もねあの秋のぶっ飛びを再現するわけなんで、僕も死ぬかもしれない。まあでもねアニメで可能で現実で不可能なことでもそれを可能にするのがね僕の役割なんで、案件ください。ちゃんと使いますよね。デンジエアリアルを現実で再現していこうかなって思うんですけども。めちゃくちゃ寒い。視聴者の皆さんどうせあれでしょう。暖かい家でこの動画見てるんでしょう。羨ましいなぁ。他人に興味ない僕が他人を羨ましがるぐらいめちゃくちゃ寒いです。ただで寒い日で危ない日なのに、さらにね、危ない技を今からするわけなんで、めっちゃ危ない。ここを足の踏み切りにして、こっからこうエアリアル。じゃあね、いきなりエアリアルするの危ないんで、一回イメトレだったら、一回側転だけやってみますか。ミサみたいな。ミサみたいになりそうでさ、めちゃくちゃ怖いんだよ。つけるかな、特急。なんかつけるよ。刺さって。視界が何も見えない。チェーンソーマンって、めちゃくちゃ器用なんだ。なんかさ、チェーンソーついてる状態でさ、チェーンソーマン戦うわけじゃん。今、君の手に突き刺さったんだよ。アクエラっぽい側転、アクエラの側転だったらさ、横見ながら側転だからさ、チェーンソーも地面に当たることないんです。アクエラの側転に変更しよう。回ってる。はい、そしたら今からね、現地エアリアル、本番挑戦していこうと思います。めちゃくちゃ怖いです、正直。何も見えないし、地面にチェーンソーがね、刺さらないか心配だし、怪我しないか心配だし、寒いし、待っとって。では、地面につけない。まいります。3、2、1、3、2、エアリアル、サムライソードみたいな着地しまった。3、2、エアリアル。すげえ怖い。何にも見えない。着いたら着いた。ヒルの誰だ誰だ誰だ避けてた。次の再現はですね、デンジパンチなんですけども、デンジパンチのカメラのアングルがね上から下で撮ってたんですよ。このね三脚付きのカメラをね、どっかに置いて撮りたいなって思ってるんですけども。山。この山、昼の悪魔じゃない？昼の悪魔目線で動画撮れるくない？この高さだったら突き刺しちゃって。よいしょ。ちゃんとねアニメ通りのアングルで動画撮るのもねアニメ再現のお仕事なんでね、この電磁パンチもやっていこうと思います。寒い。昼目線の完成。視聴者の皆さんどうですか？昼目線になった気分は。電磁パンチね、左手でパンチしてるんですよ。右利きなんで左パンチ難しいんですよね。左利きに優しいアニメ再現ですね。電磁パンチ物理的に葉っぱが刺さっていたかったし、第三者から見られたら服にも痛いやつから、片締め切りやってさ、この振り上げウェブスターっぽくなっちゃった。回した方がいいもん。デンジパンチ。え、何？着地ダサいだって。知らねえよそんなの。パンチの瞬間さえ取れれば再現でしょ。デンジパンチ。お、ちゃんと着地したけど。デンジパンチ。デンジパンチ。デンジパンチ。デンジ
さじゃないですか。ぶっ飛ぶシーンだって現実ではこたぶっ飛ぶってくらいぶっ飛ぶし、まあ、殴るシーンとかもね、ここまで体広げるみたいな殴り方もしたりするんで、着地ももうほんといきなりくらいくしゃってやってるパンチをスローモーションにするぐらいしないとアニメ再現なるのかなって思って、着地がちゃんとできてないから体壊れるよ。はい、いよいよ来ました最後の再現、秋ぶっ飛びなんですけども、秋のぶっ飛びね、よく見るとちゃんとね受け身を取りながらぶっ飛んでるんですよ。今までさ、僕あらゆるねぶっ飛びの再現やってきましたけども、あの秋みたいにね、安全にすごい危なっかしくぶっ飛びをしなきゃいけないんで、技が難しいってよりかは見せ方が難しいって感じですかね。むずいむずいですね。両手で地面をついて、ここから横に最後にまた余韻に背中で着地、後ろにぶっ飛ぶわけだから、こういうのってね、演技力が大切なんで、僕があったかも侍ソードに本当に殴られたかのような演技をすれば大丈夫なんで、あ、侍ソードから蹴られる、あ、蹴られた、あ、こうなるんすよ、こうなってからこうですね、これあるやん、これいらないわ、補強しすぎたかも。僕参る、もうやっぱりね、これ欲しいな、やっぱこれ欲しいな、これ、あー痛い、学生時代の時さ、一人で砂場でバク転練習してて、それを見た女の子たちがね、わしよく一人でなんか砂場で遊んでるキモーみたいな話をしましたけども、22歳になった今でもね、砂場で一人で遊んでましたね。学生時代の僕はさ、その砂場で一人でバク転の練習をしてたけど、22歳の僕は前回りやってたね、前回り。20歳になってもね、一人でやっぱ砂場で遊ぶもんですね。まあでもね、本当にね、チェンソーマンのエンディングはね、出演したんで、皆さんぜひ YouTube にもアップされてるんでね、もう本当に見てくださいね。まあ、ってことでね、僕他にもね、いろんなアニメ再現していきたいなって思ってるんで、Twitter、Instagram、TikTok、フォローしていただけるととても嬉しいでございます。あとですね、僕 YouTube、これからもね、もっともっと頑張ろうと思ってるんで、チャンネル登録していただけたらとても嬉しいです。皆さんぜひぜひチャンネル登録してね。まあ、ってことでみんな、また見てね。バイバイ。Oh!